関根選手大ファインプレー、中日ファンからのヤジを神回避。最多安打争いをしている中日岡林選手が放った打球が関根選手が守るレフトへ。この打球をファインプレーで処理したように見えたが、関根選手もこの表情。このプレーに対し確信が持てない。中日ベンチはリクエストせずに試合が再開されます。納得できないレフトスタンドの中日ファンからは関根選手にヤジが飛びますが、関根選手は華麗に回避。関根選手のこの回避技術のおかげでレフトスタンドは笑いに包まれ、試合は平和に終わりました。